リチャード・ H ・セイラーはアメリカ合衆国の経済学者。シカゴ大学教授。専門は行動経済学。行動科学の理論家として国際的な研究業績を持ち、ダニエル・カーネ・マンらと共同し研究を牽引してきた。アイダ・ミツオヌ・ファン。2017年ノーベル経済学賞受賞。ニュージャージー州イースト・オレンジ出身。ケース・ウェスタン。 リザーブ大学卒、ロチェスター大学で修士号と PHD 取得、ロチェスター大学助教授、コーネル大学准教授、コーネル大学ジョンソン経営大学院教授、1995年からシカゴ大学教授、セーラーが確立したナッチ理論の象徴的事例として、実践行動経済学の冒頭で紹介される、便器のハエ。便器にハエの絵を描くことで、 敵に狙いを定めるという人間の心理を誘導し、床に小便を飛び散らせないようにして、アムステルダムスキポール国際空港の清掃費を80%削減するという経済的効果を上げたセーラーは行動科学の一般向け啓蒙書を多数執筆しており、代表作には純合理的経済学とセーラー教授の行動経済学入門がある。後者はアノマリーズというコラムシリーズを 一般向けに再構成したものである。彼は一貫して、市場ベースのアプローチは不完全だという問題意識を持ち続けており、こう述べたとされる。従来の経済学では、人間は高度に合理的、あるいは超合理的であり、無感情な存在だと想定されてきた。人はコンピュータのように計算することができ、自己コントロールに関する問題など全くない、というわけだ。 最近著は行動経済学の逆襲。キャッサンスティーンとの協調、実践行動経済学では、公的機関や民間企業がいかにして、人々の日常における選択をより良いものにすることができるかが議論されている。人はしばしば、ひどい選択をしてしまった挙句に、後でひどく後悔するものだ。このようなことが起きてしまう理由は、 私たち人間は誰でも習慣化したバイアスという大きな溝に陥りやすいからであり、そのせいで教育、家計、健康管理、上渡抵当、クレジットカード、幸福、そしてこの地球の問題に至るまで、たびたびひどい失敗に陥りがちなのである。道著では、選択の建築士という概念が提唱されている。題名のナッチとは、 ガミガミ言うよりも肘で軽くつくようなちょっとした後押しの方が人の行動を変えよい結果につながるという理論による。セーラーが経済学会において注目を集めたのは1987年から1990年にかけてジャーナル・オブ・エコノミック・パースペクティブズに連載を続けたコラムアノマリーズによって出会った。このコラムは伝統的なミクロ経済学理論の定説に 反するような経済行動の具体例を紹介するものである。最近書かれたある論文にて、セーラーと彼の共同研究者は、人気テレビ番組、ディール・オア・ノー・ディールの出演者が下した選択を分析し、経路依存的なリスク回避成功に関する行動主義的な説明を支持する議論を行っている。また、イギリスのゲーム番組、ゴールデン・ボールズにおける協力行動についても、 分析を行っている。ニューヨークタイムズニュースサービスのコラムニストを務める。セーラーはアメリカ合衆国の金融危機への解決案を連載し始めた。最初のコラムタイトルは、ラジオ局周波数の一部を売却することでアメリカ合衆国の赤字を削減しうる。セーラーは、同論校で FCC を改革し、テレビ周波数チャンネルを無線技術向上のために使用できるようにして、 コスト削減と米国政府の歳入増加を図るべきだというトーマス・ハズリットのアイデアに言及している。セーラーはアセットマネジメント会社、フラーターレルアセットマネージメントの創立者でもある。投資家集団は授かり効果、損失回避、現状維持バイアスといった認知バイアスを利用することができるというのが同社の主張である。2004年から2005年に トムソン・ロイター引用栄誉賞受賞。セーラーは2015年上映の映画、マネー賞と華麗なる大逆転に本人役として仮面を出演しており、セレーナ・ゴメスと共に熱いての語尾について解説している。ありがとうございます。